皆さんこんにちは、谷正樹ゴルフアカデミーインストラクターの池上です。今回はつま先下がりですね、の傾斜の打ち方を、ご説明していきたいと思います。今ロケーションでいうと、ピンまで145ヤードの、ロケーションとなってます。でこういうつま先下がりのですねロケーションよくあると思います。で、こういう場合ですね、一つ考えとしてはやっぱり傾斜ですね。こちらはスイングがどうしてもちょっとやっぱブレやすいです。で特にこのつま先下がりっていうのは傾斜の中でも、難易度がすごく高いショットになってきます。ですから一つは、あんまり大振りをしないっていうことが、条件になってきますので、一つ、ポイントとしてはあんまり大振りをしないでコンパクトに振っていきましょうっていうことですから、だいたいこの僕7番アイアンがですね155ヤード、通常使っているんですけれども、145ヤードに今ロケーションですから一つ番手を上げて通常のより飛ぶ番手7番で、一つ打っていきます。はい。で、このつま先下がりの傾斜でまずはバランスが崩れやすい。そしてあのこのつま先下がりっていうのはこのクラブのですねこの形状ですね。でこの来角っていうのは変わってきます。でつま先下がりっていうのは少しこの来角の関係でボールが、右にですねこう飛びやすいです。なので、ミート率が悪くなる。そして、ボールが右に飛びやすい傾斜だっていうことを一つ覚えてください。はい。ですから、まず構えとしてはあの通常の対ランライですね、これは対ランライだとしたらボールの位置が当然下になってきます。ですからその分をですね埋める分っていうのはこのワイドスタンスにしていくとどんどん自分が重心にこう下がってきますので、通常よりもワイドスタンスだって、だいたいこうイメージしてはフェアウェイウッドぐらいをイメージしてください。でワイドスタンスにしてこの少し膝をですねちょっと腰掛けるようなイメージで少し重心を落としていきます。それで自分と、ボールとの距離をこの平らの距離からボールにどんどんこう合わせていくような形です。そして少しさっきあのスライス、しやすい、この傾斜になりますので、ピンよりかは7番アイアンでしたら、だいたい5ヤードないぐらいですかね、だいたい5ヤードぐらいちょっと左を向いてあげるような、形でアドレスを取っていきます。そしてスイングは、先ほどの傾斜ですからこうコンパクトですね。あのだいたいこの拳が、肩横、そしてフォロースルーも、肩横ですね。ほとんど3クォーターを少し目安として振っていただくと。でその時にあとはこの膝がポイントになっています。で膝もできればこういう上下動があるとやっぱりこの傾斜っていうのはこのボールとの距離が変わりますから、この膝のこの角度ですね、これをこの角度をスイング中は変えないようにしていくというところがスイング中のポイントになっています。はい。では実際ですね、流れでご説明していきます。まず番手は一つ、大きくしていきましょう。そして、スイングはアドレスはピンよりも若干スライスしやすい傾斜ですから若干左に向いていきましょう。そして、アドレスを取っていきます。で少しボールが下になってきますので若干ワイドスタンスにして少し膝を曲げて重心を落としていきます。そしてボールとの距離を少し縮めていきます。で、そしてスイングですね、コンパクトを意識することとこの膝の角度を変えない。で実際打っていきます。はい。という形でですね、このつま先下がりですね、実際コースに行きましたら、ぜひ試していただければと思います。